はい、こんにちは、本田です。今回ですね、静岡県浜松市まで来させていただいております。で、カメラの前ですね、映っていらっしゃいますのがカメラ右側ですね。で、静岡県浜松市で工務店をされていますマルベリーハウスの桑原さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、こちらちょっと今後ろ映っているんですけども、マルベリーハウスの建てられてですね、平屋のうちのルームツアーをお届けさせていただけるということで来させていただいております。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、で今回ですね、一緒にアテンドしていただくのが、カメラの左側に映っていらっしゃいますのが、滋賀県栗東市で工務店をされています夏見工務店の夏見さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、こちらの平屋のルームツアーを、一緒にお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。まずちょっとこちらで、ちょっと今ね、まだ玄関の方ちょっといるんですけども、今回こちらのちょっと外壁の仕上げからちょっと突っ込んでお聞きしてもいいですかね。はい、はい、こちらは何でしょう、仕上げは。これスチライト工業っていう会社のテール仕上げっていう無機質の塗り壁になります。はい、なるほど。無機質と有機質って何かこう違いがあるんですか。無機質の方は帯電しないので、はいはい、汚れを引き寄せないので、なんですか、汚れにくい材料になってますね。なるほど、はい、有機質だと、まあ、帯電するとホコリをちょっとこう擦ったりじゃないですけど、はい、こう貼り付けたりするので、はいはい、それが結構汚れたりしますね。そうですね。これ無機質。これ無機質なんです。じゃあ汚れにくい材料ですね。はい、これ色は何色ですかね。これはちょっと小豆色っぽい、ね。小豆色っぽい感じで、はい。真っ白ではないです。真っ白ではないですね。はい、結構これは使われますか。これそうですね。割りかし、まあ、価格にもよるんですけど、はい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 、できればこっちを使いたいっていう感じです。あ、なるほどなるほど。これ僕らも使ったことないんで、結構興味させてもらってなんかこういいなと思って見てました。はい、こちらがですね、南面になるんですかね。そうです。はい、ちょっとまだ今から外交さ、お庭をたっぷりされるということなんで、ちょっと外交される前の状態なんですけども、しっかりこう軒の出を出されてですね、夏場の遮蔽もしっかりできながらね、ちょっとこういうデッキも作ってはるので、ここでくつろげるっていう感じですね。こちらのデッキの材は何ですか。これマニルカラっていうハードウッドになります。マニルカラ、はい、へえ、なるほど。結構これはよく使われるんですか。これ使います。これ塗装されてるんですか。これもうこういう色なんです。あ、もともとこういう色で、はいはい、へえ。この後じゃあシルバーグレーみたいに変わるんですか。変わってきます。変わってくるんです。だけど高圧洗浄で洗うとまたこの色復活する。あ、この色になるんですか、はい、へえ、いいですね。この色結構渋みであって、ただ高くなってきました。材料が、はい、もう入ってきます。入ってくるけど不足がち、はい、だから早めに発注しておかないと。今もうこういうデッキ材も結構入りにくくなってますね。入りにくいです。ビスの処理が綺麗ですね。こういう天板に打たなくて、こういう横から止めてあるのは。あ、本当ですね。ね、すごい細いビスをなんか使われてるみたいで、はい、こんな。これね、こういう機械があって横から打つ機械があるんです。あ、そうなんですね。だけどこれ細いんで、やっぱハードウッドなんで折れちゃう可能性があるんで、だから大工さん嫌がります。あ、そうなんですね。でもなんかね、ここへ足にこうビスの跡が当たらないのがすごくいいなと。そうですね。真ん中あたりはなんか大体このね、ビスのところからね、どうしても傷んでくる、腐ってくると言いますよね。はい、はい、でちょっとね、玄関の方戻ってきたんですけども、こちら玄関ドアは今回引き戸を採用されてるんですかね。はい、こちらはどちらの引き戸ですか。これはユダ木工さんの。あ、ユダ木工さんの引き戸。なるほど。引き戸だと皆さん、ユダ木工さんの動画の中でもあったんですけど、はい、引き戸では気密測定はされましたか。しました、しました。どれぐらいでしたか。 0.3 です。あ、引き戸でやっぱ 0.3 出てるんですね。はい、だとすると全然問題ないですね。結構引き戸だと機密があって、ね、結構心配される方いらっしゃるんですけど、うん、でもユダ木工さんの引き戸は機密性すごくいいと思います、はい、ああ、そうなんですね。まあ、0.3 だったら全然いけてますもんね。はい、玄関目張りしてないんで。なるほどなるほど。たまになんか目張りしてる人いますもんね、はい、大丈夫ですかって思っちゃいますよね。そこはしたらダメでしょうみたいな。そうですね。なるほど。この塗装は現地でされてるんですか。あ、これはもうこういう色です。塗装板で来てます。綺麗ですね。ありがとうございます。じゃあちょっと中を見せていただきます。はい、こちらですね、中入ってきたんですけども、ツーウェイな感じですかね。こっちのパターンとこっちがリビングですね。じゃあこちらから行きましょうか。はい、
品川は和室になってまして、あ、客間って感じですかね。高齢のおばあちゃんがいらっしゃるんで、はいはいはい、ちょうどおばあちゃんの部屋ある。あ、なるほどなるほど、はい、で近くにトイレが欲しいということでトイレつけた。この奥は、はい、動線的にはトイレから、はい、これも造作で作ってるんですね。そうです、ね、収納、はい、トイレの収納ってやっぱ大事ですよね。掃除道具とか、はいはいはい、まあ、トイレットペーパーももちろんそうですけど、まあ、いろいろわりかし入れるものありますよね。ありますんでね、こんだけ作ってるといいんですよ。で、そこでお手洗いと手洗い機関ってことですね。そうです。でこちらが 4.5 畳のお母さんの部屋ですね。仏間と、はい、収納ですね。いいですね。玄関からスッと、うん、そうですね、行けるので動線的にはいいですよね。うん、こちら天井は杉板の正目ですかね。杉板の正目、はい、杉板ですね。結構綺麗ですね。正綺麗ですね。僕正目好きなんです。あ、そうなんですね。正目綺麗。たまにこれを巧妙なクロスありますよね。これ違いますよ。これはクロスではない。本物です。あ、本物ですか。よかったです。まあ、本当遠目で写真じゃ絶対分からないですよね。でも実際見るとチープですよね。よく見るとうんってなりますけど、やっぱり本物はいいですね。匂いもしっかり。ね、それで言うとこういうところもね、実はなんか真鍮、真鍮なんですよね。はいはいはい、これなんかその本物という意味ではこう触っていくと。色が変わっていて、そうですね、酸化していって渋くなって、ね、まあ、これも作ってるんですけどね、オリジナルで。そうですか、はい、いいな、いいですね。だからまだたくさんあるんで、またたくさん使わなきゃいけないです。あのロットで変わってくるので。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、真鍮もきっと合うんで、やっぱり綺麗ですよね。いや、いい。でだんだんこう味が出てくるんで、真鍮が。ですよね。で、こちらが LDK。LDK ですね。はい、こちらにソファー置かれてて、正面がテレビ、はい、こちらがダイニング、ダイニングテーブルもこれは作ったんですか。これは作りました、はい、作り付けで。一応離れるのは離れるのか。あ、これ離れます。離れるのは離れるか、はい、ここですね。何人でお住まいなんですか。基本2人ですね。ああ、まあ、おばあちゃん入れて3人で。3人で、はい、ははは、3人だと十分ですね。ちょっとここにモザイクタイルをあしらわれてますね。うん、タイル好きなんです、ね、僕が。この後ろも見えますかね。ここにタイルがありますので。こちらの照明はどっかの照明ですか。これはでもオーデリックかなんかの。あ、なるほど、はい、綺麗ですね。透け感が、うん、ね、いいですね。いいですね。これってやっぱりあのセパレートになるっていうのは何かご要望があったんですかね。そうですね、それもあったし、分かれた方がいろいろ使い勝手いいんじゃないかなって。ちょっとこう話して使うような感じですかね。そうですね、はい、そうすれば向こう側も座れたりとか。ああ、なるほど、こうね。あ、なるほど、いいな。確かにそうですよね。これカウンターにしちゃうともうここで動かないんですか。そう、もうなんか使い方が限定されちゃうので。かといって全然違う机を持っていくとすごく違和感があるので、だと同じ素材で作っちゃおうかっていう感じです。このカウンターは何の素材ですか。レッドオークの幅はぎ材です。レッドオーク、レッドオークもオークも取れなくなってきてますからね。いや、かなり値段上がってますびっくりしました。高いですよね。見積もり全然金額請求違ったウッドショックね。でも綺麗ですよね。うん、でこちらがキッチン。キッチンですね。今回こちらのキッチンはどちらのキッチン。キッチンは TOTO さんで入れてます。こんな感じで、この後ろが収納、収納になってるカウンター関係ですね。ちょっとここの間取り的に距離があってするんですけど、はい、この台は何なんですか。ここはまあ、あの、はい、電子ジャーとかレンジを置けるようにしてるカウンターで、下は、はい、ゴミ箱。ここですね、ゴミ箱置いてる。ここは、ここはあの、ここの
ご主人が料理好きで、はい、一日料理してるらしい。ほう。で、なんで疲れるんで、はい、座るとこ作ってくださいって。ただ別にここ座るだけで休憩スペースです。面白い。これ固定ですよね。これ固定です。固定なんですね。はい、面白いですね。で、後ろに収納があると。そうです、そうです。だってここに本当は、ね、収納あるケースがあるんですけど、はいはい、あえてオープンにしてかなりゆったりとられてますね。そうですね。この辺も造作で作って、あ、そうです、基本的には全部先ほどと同じ真鍮の扉ですね、はい、面材はタモのマサマ使ってます、ね、あ、はいはいはい、タモですね、ちょっと耐震だっちゃう。これ優しいですね、これ、ね、優しいですね、あ、ちゃんとここにも、あ、そうですね、一応こっちにじゃあ置いて吹き出してもいいように、パネルを貼ってます、いい感じですね。ここもカウンターになってるわけですね。カウンターですね、はい、ここでもちょっとご飯が食べれるようにという感じで。そうですね、ここはあの向かい側が娘さん、はい、ご家族のうちなんで、お孫さんが結構遊び来るってことで、はい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 、ちょっとここで何かできる、はい、でここのお母さんとか、あの奥さんがもともとほぼさんやられてて、あ、なるほど、だからここに子供さんのこう本とか置いて、ここで遊べたり読めるようにっていう、なるほどなるほど、いいですね、あのお孫さんが来てですね、なるほど、ちょっとしたゆとりの空間です、そうですね、こんな感じです、はい、でこちらが洗面所に続くところですね、うん、こちらの洗面化粧台も造作で作ってる、ね、そうですね、はい、この洗面化粧台結構いいですね。これちょっとここの松ですか。これ吉本産業さんで出してるこのハイバックカウンターってやつですね。吉本産業。吉本工業じゃないですよ。吉本産業。産業の。産業ってのは。なるほど。ハイバック。はい、これ。はい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 。だから掃除しやすいし、あの前は木のカウンターをわりかし使ったんですけど、やっぱりこの時期カビたりとか結構あったりしたんで、はい、それからちょっとこれに変えて、最近はこれを使うことが多いです、ね。なるほど。結構ここをやっぱりポイントで言う人多いですよね。掃除しやすい。掃除がしやすいというので、こう下からこう立ち上がってるとどうしてもこの周りが気になるので、ちょっと気になる、壁から出したいっていう方が多いんですよね。はい、で壁付きの水洗ってあんまかっこいいのはないんで。あ、はい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 。だったらこっちの方がまだいいかな、これはもう全然これとこれセットです、これセットで、そうですそうです、はい、なるほどね、吉本工業、はい、これ吉本産業、吉本産業、吉本工業、さらにそこは伸びます、これもね結構ないです、壁付けてるのないです、あ、ないですね、ないな、中に仕込まないといけないんで、そうなんですよ、結構造作で作ると手間ですね、うん、中に、そうなんですよ、受け作ったりちょっとできないんで、うん、なるほど、いいですね、吉本産業さんですね。吉本工業をかけたんですね。そうですね。しかも関西なんでね。そうで鏡も、これ鏡も全部作ったわけです、はい。あ、そうですね。三面鏡パターンですね。ここに手紙があるわけですね。はい。どうしてもここって手つけるとこう汚れるんで、あ、ちょっと鏡の分控えたわけですね。はい、そうです。手掛けの分鏡を。でここが合わせてちょっと厚みが、ここをね言わなきゃ誰も分かってくれない、ここ大事です、ね、ここ大事なるほど、これ桑原さんデザインですか、まあ、基本的にはそうです、あ、そうです、ね、でも結構もうワンパターンなんですよ、僕このこれを使ってこういうのを、はいはい、この作り方を、まあ、でもそれがいいですよね、あんまりこうあれもこれもすると大変なので、同じものをやるっていうのはいいものはね、やっぱり長くスタンダードになればいいと思うんで、こっちが個室スペースなんで、あの、でも面白いね、斜めにこう車椅子でこう4尺5寸4尺5寸の正方形のトイレで、はいはいはい、あのトイレって縦長よりも横に幅あった方が使いやすいじゃないですか、これだったら多分2人ぐらい入っても全然余裕なんで、なるほどなるほど、まあ、将来的にそういうことも考えると、はい、トイレの扉がそうですもんね、そうこれ3枚戸にしたんで、はい、開口も広く取れるし、これ作ったんですか、もちろん作りました、縦部オーダーで作って、はい、3枚引き取りにしてちょっと開口も広くなる、ちょっと音はしますけどこんな感じですね、そうですね、へえ、ゆったりしてますね、いや大事ですよね、トイレこんな感じで、ここも収納、うん、なる
こちら側と各そう各あの個室で、はいはいはい、ただあの奥さんご主人も、はい、あの そこそこ年なんで、はい、なんかあっちゃうといけないんで、はい、完全個室で一応仕切れてっていう、なるほど、はいはいはい、なるほど、込み込み、これは何ですか？あ、これ照明の、でこまあこれ取ったらすいリモコンなんで、あ、オーディリック、そうですかね、はい、パナソニックであるんですよね、これね。でこちらがこちらウォークインクローゼットが、ね、はい、これで何畳ぐらいですか？これで一坪ですね、畳2畳分ですね、はい、収納も取られてという感じですね。これ個室の収納以外にこのウォークインを取られてるっていう何か理由はあるんですか？個室はもう本当に普段使うものを置いておいて、こっちはまあ季節物だったりとか、うんうん、そういう形で使う、湯分けしてもらうようなあの、うん、イメージですね、イメージしてます。これ脱衣室、こちら脱衣室、洗濯兼脱衣室ですね。そうです。こちらはしっかり収納も取られて、ここもちょっと広めに取られてますね。そうですね。これは普通の高等製品です。外で。この洗濯パン大好きですけどね。これね、すごいこのメンテナンスがしやすい。この洗濯パンちょっと気になってたんですね、この間ね。これですよね。そうです、そうです。拡大の吸水付きの、うん、ね。そうすると壁、ふかし壁しなくていいとか。いいし、土台かかなくていいし。そうですね。床から排水できると。で、こんだけ上がってるんで、下を掃除することもできます。うん、そうなんです。これすごい掃除しやすいですね。これが結構いそうですよ、うん、でこれもついてくるんですよ。そうなんです、そうなんです。これを繋いでもあと洗濯機にカチャッと行ったら終わるんですね。後ろからこうやるだけですよね。だから僕はこれオンリーです。あ、なるほどなるほど。もうこれを皆さんつけてる。そうです、そうです。これ拡大さんの、拡大です、拡大さんの、これいいですね。これぜひ探してみてください。そうはですね、ここに水道があるところですね、うん、そうですね。これ結構いいんですよね、実は工事的にも。漏れてもね、ここ全部パンの上で収まるんですよね。ですよね。それが最高ですね。なるほど。そうそう、そうなんですよね。はい、で最後こちら側もう一つお部屋があってっていう感じですね。今回こちらも3人でお住まいになられてっていう形なんですけど、ここはちょっと東京で働かれてる息子さんがいらっしゃって、あ、はいはいはい、まあ、いずれ帰ってきた時に、はい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 、部屋がないとかわいそうだねっていうことで、あ、なるほど、一部屋ちょっと作ったんです。なるほどね。縦坪自体は何坪ですか？これ平屋で28坪ですね。あ、平屋で28坪。だから大きいですね、ちょっと。大きいですよね。でもそれでも3部屋取って、4部屋か。4部屋。取られてますよね。そうですね。で、収納は。はい。割とバックヤードで広く取ってるので、すごくゆったり取れてますね。ね、画像では伝わらないんですけど、端から端まで同じ温度で。ああ、そうですね。今日かなり蒸し暑いんですけどね。しっかりエアコンが効いてるわけですね。うん、今回この冷房計画は小屋のエアコンも。そうですね、小屋裏エアコンを計画しました。いい感じで、はい、これですね、これ吹き出しです。ここは吹き出しがして今冷房が出てる、うん、これ出てるんですけど結構ね、はい、じゃこの辺ね、変態的な話はちょっとじゃあみんなで小屋裏でちょっとマジですか一番冷えてますけどありますか、はいはい、サブって言いながら、はいはい、ありがとうございます。こちら床材は何を使われてるんですか？これアルダっていう。アルダ、はい。アルダーっていうか何の国なんですか？何になるんですかね。アルダーですね。バーチに見えますけど、ね、そう、あのバーチと、まあ何ですか、カバザクラとかなんか、なるほど、多い感じですかね。でも、ま、桜っぽいですよね。そうですね、うん、だけど桜よりは何ですかね、こう目のがおとなしいっていうか。へえ、アルダーよく使われるんですか？僕はこれが多いですね。へえ、濃くなるんですか？そうですね、ちょっと飴色っぽくなってくるんですよね。でそこまで高くないんで。あ、そうなんですか。あの90のユニなんで。あ、なるほどなるほど。いや、あのね、なんか肌触りがいい、ね、これちょっと紅葉樹でもちょっと柔らかい、ね、いいですよね。足疲れないです。そう、あのあっちのオーク系のはね、なんかものすごい硬いんですよ。硬いですよね。硬、うん、いのがいい人はあっちの方がいい。いや、でも裸足でって感じにならんでしょ、うん、これなら裸足でもいいと思う、うん、これめっちゃいいな。何色ってるんですか？これオイルですね。オイル仕上げです。サラサラやな。だからもう塗った状態で納品されてくる。ああ、なるほどなるほど。はい、
ちょっとね、今、和室の方に戻ってきたんですけども、この建具、結構デザイン的に特徴があるんですけど、ねはい、こちらは作られたんですか？これを製作、もちろん建具は全部作ってます、ね。なるほど、はい。マルベリーさんというと、このこういうデザインがすごく僕は印象が深いんですけど、これどういうデザインを？デザイン。そこもそうですね。ですね。これはですね、あ、チェッカーがあるんですね。あ、へえ。これは、はい、東京の池袋に、はい、明日館っていうフランク・ロイド・ライトが設計した建物があるんですけど、うんはいはい、そこに行った時に、はい、の建具がすごくかっこよくて、で、このただライトさんが設計したやつはこう斜めにこうなってこういう模様だったんですよ。だからこれかっこいいなと思ったんですけど、はい、僕はチェッカーガラスを使いたかったんで、はい、チェッカーガラスに斜めだとあんま合わないんで、それをまっすぐにしただけなんですよね。ああ、なるほどね。で、それをオマージュして。そうです。そしたらなんかわりかし評判良かったんで、こういう障子でもこうやってこの、はいはい、LDK にも和室作ること最近多いじゃないですか。そうですね。だからそのこう洋の空間でも合うような形で、うんうん、なるほど、はい、結構障子のデザインって意外とこだわるといろいろありますね。そうですね。で、昭和の頃の建具屋さんが作ってた建具ってすごく組子に工夫があったんで、最近は既製品が主になっちゃって、はい、なんかその辺が寂しいなと思ってたんで、なるほど、ちょっとそういう組子にこだわって建具作ってみようかなっていうところですかね。いいですね。これ和紙じゃないんですね。それは和紙じゃない、両面組子なんで和紙じゃなくて、うん、樹脂にしました、うんうんうんはい、なるほど、樹脂ですね。こういうフラッシュの建具も、うんうん、全部僕はタモを使うんですね。マサネが好きなんで、すごい上品に仕上がって、そうですね、落ち着いた感じになりますもんね、はい。これパネルやからですかね、結構静かにもなりますね。そうですね、うん、かなりこう締めると静かやなと思いますね、これ。なるほど。光も柔らかくて、まあきっと紙よりは音は多分通さないと思う。そうですね、やっぱり光柔らかいんで、やっぱりいいですよね。いや、いいな。これ向こう側にも大きい窓ついて、こっちにもついてるんで、うん、ちょっと光が柔らいで入ってくるんで、うん、和すぎず本当にいいですね。これすごいな。和の感じはなくなりますよね。そうですね。しっかり合う。まあ続き間が多いじゃないですか今。だから別に和室だけで単独で作るならあるんですけど、新壁にしたりとか考えます。まあ、ね、ここ一歩出たら洋室ですもんね。そう、うんうん。こういうことになるんですからね。ここ。だからあまり違和感ないような、だから畳の色も、ね、いわゆる畳の色じゃなくて、台形の健やか畳ですけど、ちょっとグレープシュな感じにすると、はいはいはい、こう用途合うんですよね。はい、そしたらすみません、今日どうもありがとうございました。今回こちらのうちも見学会は終わったんですかね。はい、終わっちゃいましたかね。まだマルベルハウスなんで、モデルハウスありますので、よかったらそちらの方ですね、見ていただけたら、いろんな仕様を見ていただけると思いますので、よかったらお問い合わせしてみてください。この動画の下の概要欄に貼っておきますのでお願いします。はい、すみません、じゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ今回はこれで以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。OK です。手振っちゃった。OK です。はい、じゃあこの後ですね、ちょっと別動画でここに実はすごい秘密が隠されてるので、このエアコンの秘密を甘くにみんなで行きましょうか。そんなすごくはないんですけど。いや、あまりハードルを上げないでいただきたい。いやいやいや、じゃあこの後ちょっとまた別動画でお届けしますので、皆さん楽しみにしてください。